リーです。赤さんです。今日もマインクラフト頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。今回は、ボスを倒します。そのために前回5時間かけて増え作ったもんな。録画データが合計100ギガいったの初めてだよ。で、これは何を作ってるんだ？これは、大ボス汎用人型決戦兵器人造人間間違えた。新絶対見に行く。こちら、大ボス用ステージとなっております。ボスを苦労なく倒せるように特設したものになります。ボスを召喚するのにこんな施設が必要になるのか。そうそう、早速演奏してきてもらいましょう。ボスも演奏が必要なんだな。今回は前回の鳥みたいに媒体は必要ないのでここでできます。よし、もうすぐでぬわー、間違えて本開いちゃった。何やってるんだよ。みたいなこともありつつ。演奏成功。上から来るぞ、気をつけろ。骨来たー。なんか光る弓持ってるし、凶暴そうだな。そうですね。ということで、はい、作業始まります。え？はは、何のためにこの特設ステージを作ったと思ってるんですか？ああ、つまり簡単に倒すための場所ってことか。このボス、近づいてきて弓を連射しまくる厄介なボスなので、こうやってはめないと苦労するんですよね。絶対に戦闘をしないという、殺の精神があってよろしい。殺りますけどね。はい、作業終了。左クリック連打疲れたー。ボスが単純なおかげで、簡単な作業になったな。そしてこれが例の弓ですか。普通の弓より強いらしいけど、実際は知らん。でもこれで遠距離攻撃ができるようになって、戦闘も有利に進めることができますね。これでゼロの時代のアチーブメントはほぼ終わりました。今回からエイジ1の始まりです。実際は始まったのは前回からだけどな。最初の実績はこれ。アクアダックス。説明文からするに、これを使って水を移動させることができるようです。それ使い方がわからない。説明文に書いてあるから読めー。アクエダクト、つまり水路ですね。材料は粘土と焼き石。どっちもすぐ手に入るな。まずは粘土を固めて粘土ブロック。豚さん、出番ですよ。この豚は薪割りの豚とオスの豚の子供。か。そう、家族総出で働いてもらっています。手前から子供、母、父となっています。もう豚には頭が上がらないですな。今夜は豚しゃぶだ。ウストプレスもホッパーを使って自動化しました。鉄がない時でもホッパーが使えるのは便利だな。そして完成。これで水を伸ばすことができます。水を伸ばす？バケツみたいに水源を移動できるんじゃないのか？何ですか水源って、無から水ができるわけないじゃないですか。殴ったな、親父にも殴られたことないのに。この動画の左が水路なしで、右が水路ありです。そして水源はここ。こっちが水路なし、当然だけど水源から遠くなるにつれて水は減って、最後には消えてるな。そしてこっちが水路を使った場合、水が途切れることなく流れ続けているな。これを使って水を動かすことができます。バケツがない時とかは便利だな。ただ、この水路は上方向には水を送れません。水源の横にしか伸ばせないのか、ちょっと不便。この水源で畑を作れってことなんだろうけど、ここでは不便です。しかし、近くにこんなものを見つけました。はい、水源です。おお、この高さに水源があるのはありがたいな。この水源から水伸ばして畑を作ってみようと思います。松明を作りたいんですけど、原木をそのままかまどで加熱すると灰になって木炭にならないんですよね。原木をまずかまで木炭の塊にしないといけないんだな。こうやってできた木炭の塊を粉砕機で粉砕してもらいます。そうやって初めて見たことのある木炭が出来上がります。そして棒と木炭、あと紐を合わせて、松明ができます。松明作るのも一手間かかるんだな。作物には光を当てると成長が早くなるらしいので、この松明は畑に設置します。松明、もしかしたら雨降ったら消えるかもな。あ、ありえる。
そして、なんとエイジ1になったことでクワが作れるようになりました。今まで耕した土は作らないといけなかったから、これも結構な大躍進だな。ということでクワ作成。アチーブメント達成、やったぜ。耕します。今なんかポロって出てきた。今なんかポロって出てきた。今ポロ。うげ、虫出てきてるじゃん。無駄にアニメーションがついてさらにキモさが増していますね。これで畑は完了。ところでさっきパラポロポロ落ちてたやつはなん？チリペッパーの種。いらな、いらないけど一応育ててみる。植えれないんかい。おとなしく種を植えときます。次はこれ。Bottom of the barrel。 この実績を解除しようと思います。バレルをまた作るのか。近くに川があるからいらないけどね。まずは粘土でバレルを形取って。おや、作れませんね。レシピ違うのかな。おお、下の両端がいらないのか。ちょっと得した気分。そしたらこれを釜で焼き上げます。ほい、完成。アチーブメントも達成。設置してみます。いや、そんなに大層なものじゃないと思うよ。この中に水を入れるということですね。次はこれ、パイプの作成。作りました。作りましたはいいものの、いまいち使い道がわからないです。形からして水を流し込むのかな。説明文にもそんなようなことが書いてありますし、今後必要になるのかな。次はこれ、エクステンション。日本語で言うと拡張ですね。バレルを拡張するのかな。まずは粘土で形を取って、釜で焼き上げます。釜の使用頻度が高いし、もう一個くらい作ってもいい。完成しました。まだ話してるところだろうが、これでバレルを大きくすることができるようになりました。内容量、2倍。水袋を使って水をバレルに入れてみましょう。川作成のために結構使ってるけど、動画で出てくるのは久しぶりかな。入りましたね。水汲みに時間がかかるので、水の近くにバレルをセットしましょう。水の近くって、畑じゃないか。こっちの方が川より移動しやすいんですよね。このバレルは最大でバケツ8杯分入るようです。次の実績はこれ、ハントワディハンテド。カルカカラレルカ、なんて物騒な名前だな。どうやら別のディメンションに行けば戦い放題、とのこと。できれば戦闘は避けたいものだな。ビビリですからね、基本。でも一応作りはするけどね。原木と石の剣で、ハンティングディメンションフレーム。これをネザーゲートのように組み立てて、剣で右クリック。意外とあっさり。とりあえず行ってみよう。うようよいるとかだったら勘弁してほしいですな。んくらい、動画的に見にくい。なるほど、この世界はずっと夜なんだ。ずっと夜だからずっとモンスターがスポーンし続ける。まさに戦場になるわけだ。今は武器防具が揃ってないから、撤収ー。もっと戦力がつけれるような、せめて銃が作れるようになったらまた来ましょう。ムーゲー大好き。次はこれ。Stirring the pot。 鍋を混ぜる？皮とか生地とかをもっと効率よく作りたいなら鍋をかき混ぜろ。って書いてあります。ということなので、まずはタライを作成。これを使って皮を効率よく作れるのか。鍋とかき混ぜる棒がついてます。使ってみましょう。まずはこの鍋に水を入れます。そしたらなめしてない皮と塩を入れて。ぐるぐる。アニメーションもついてくる。すごいな。まだかな？おお、できた。これで塩漬けした皮ができます。これをしている途中に、バレルがそのまま持ち運べるということを知った。しかも水を保持したままか。なんか水の位置がおかしいけど気にしてはいけない。バレル使えないとか言ってすみませんでした。めっちゃ使える便利アイテムです。話を戻して、塩漬けした皮を干します。ここは変わらないんだな。そうやってできた乾いた皮を、また鍋に入れて、一緒に樹脂も入れます。そしてぐるぐる。完成、濡れた皮。そしてこれをまた乾かして、これで皮の完成です。おお、だいぶ効率よく作れるな。皮は意外と使うので、とてもありがたいです。さらに鍋の別の使い方として、小麦粉と塩を混ぜます。皮をなめした鍋で小麦粉を使うのか。そしたら、小麦粉の生地ができます。これをかまどで焼くと、ちゃんとしたパンの完成です。原木を灰にするほどの火力のかまどで作るようなものじゃない。一手間加えるだけで、美味しいパンができる。けど、その一手間が地味に面倒だな。食料はまだ小麦粉を焼いたパンの方がいいですね。
ということで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。